超楽しくてですね、トゥーンスクワッドっていうチームのユニフォームを着たマイケル・ジョーダンです。はい、面白けしからんな対策です。今日もね、動画を撮影していきたいと思うんですけども、雑誌ライトニングの稲妻メイトの会員になったばっかりで、稲妻メイトなりました記念の動画になります。毎月月刊で出る雑誌なんですけど、ライトニングの読者が集まるコミュニティなんだけど、月額1320円で、毎月最新号のライトニングが発売日よりかなり前に届きます。その1320円はこの本の金額です。ライトニングの本誌の金額だけですので、普通に Amazon とか本屋さんでこのライトニングを買うんだたらもちろんですね、稲妻メイトの会員になる方がお得ですのでですね、ぜひおすすめしたいと思います。このライトニングという雑誌がどんな雑誌かというと、アメリカンカルチャーをね、楽しむ雑誌であります。ファッションアイテムももちろん掲載されますけども、ファッションだけでなくですね、いろいろな記事が載ります。で、今回の最新号の特集は、自己中住宅が第一特集になってまして、個性的な部屋に住んでいる人たちの部屋の紹介が載っててたりとかですね。と第二特集が今なら買えるあの頃プロダクツ。80年代から90年代ぐらいに買えなかったアイテムが復刻されて今だったら買えるよっていうのが結構複数のアイテムが載ってますね。もちろんジーパン、デニムとか革ジャンとか、あとバイクとかね、ミリタリーファッションもありますし、なんだろう、アメカジ全般ですよね。ワークウェアだったりとか、ファッションで言うとその辺がいろいろ掲載されます。この雑誌大変おすすめです。で、毎月買うのであれば、稲妻メイトの会員になるとかなりお得ですね。僕、稲妻メイトになったばっかりなんだけれども、もうねすでに超楽しくてですね、このフィギュアは何のフィギュアかというと、ルーニーテューンズのアニメのキャラクターですね。バックスバニーとかね、ダフィーダックとか、シルベスターとトゥイーティーとかね、いろいろキャラいるじゃないですか。カートゥーンのキャラとマイケル・ジョーダンが共演したスペースジャムっていう映画があって、トゥーンスクワッドっていうチームのユニフォームを着たマイケル・ジョーダンです。これ僕ね、映画公開当時にアメリカ村の雑貨店で見つけて、バックスバニーとこのマイケル・ジョーダン2体を買ったんだけれども、バックスバニーの方がなぜか耳が折れちゃってで、もう捨てちゃいましたね。はい。で、こっちのマイケル・ジョーダンは、まだ綺麗な状態であるんで、撮ってあります。で、これソフビです。中空洞になってます。顔の表情もよくできてるし、結構稼働して、いろいろな、こう、ポーズがつけれるんで、かなり面白いですね。プレイバリューのあるフィギュアなんですね。で、このマイケル・ジョーダンのフィギュアの写真を、稲妻メイトのハッシュタグ、をつけて、インスタにアップしてですね、投稿したところ、詳細はね、ちょっとね、割愛しますけれども、なんとですね、ザ・リアル・マッコイズっていうブランドの非売品のね、デニムバッグがもらえたんですね。で、それが届いてるので、もう今からね、開封していきたいと思います。はい。これが、ライトニング編集。株式会社ヘリテージから届きました荷物になります。はい、これね、開けていきたいと思います。もうね、これこの時点でもうおしゃれでしょ。やばいよね、スタイリッシュで。うん、よいしょ。このね、この包装ですよね、これ。こういう風におしゃれな包装してくれてます。はい。お、結構。はい、出てきた。はい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 。ちょっと待ってよ。うわー、めっちゃ嬉しいんだけど、ウェブ担当の小賀ピンクさんが直筆のメッセージ
くれてますね。しかも、めちゃくちゃうまいですね。バックスバニーがバスケットボール持ってるイラストが書いてて。うまいんだけど。めちゃめちゃ嬉しいんだけど。やばいね。もうこの時点でもうテンション上がるでしょ。だって、けしからんなーさん。俺のアメキャラの投稿ありがとうございました。スペースジャム、私も大好きです。いつも写真に写っているお部屋もワクワクするほど面白いものがありそうですね。気になる。これからもどうぞライトニングをよろしくお願いします。うわー、嬉しい。編集部の人たちが、こんなね、丁寧な直筆メッセージくれるって言うんだから、もう、テンション上がりますよね。はい。これはね、もう手帳に挟んどきますね。はい。絶対にもうなくさないように挟んでおきますけども。はい。あ、いいです。おしゃれな、シャレオツです。このね、僕は、ここまでおしゃれなアイテムを持ったことないですね。やっぱここをね、ここに、こう、指が通せるようになってて。こういうね、マチは全くなくて、結構大きい、レコードバッグみたいな感じですね。はい。で、これに、例えば、ライトニングを入れることもできますよね。サイズ的に余裕ですね。横向きにも入りますよね。横入れすると、サイズぴったりですね、幅がね。あ、これ、やばいな。ロゴがかっこいい、これ。なんて書いてんの、これ。Ultimate Seeker, the name of a quality garment. Satisfaction guaranteed. おー、何かはわかんない。裏は何もプリントがなくて、表に、ザ・リアル・マックエスのロゴがプリントされてる。バックインバッグとしても使えるし、二つ折りにしてこうセカンドバッグみたいに、これだけ持って外出するにもありだし、なんかね、使い道はいろいろありそうですね。本当にアナログレコードがね、入りそうな。こんだけあったら入ると思うんだよ。僕もレコード持ってるんだけども、どっかしまい込んじゃってね、ヒップホップのシングルのアナログレコード持ってたりするんだけど、ターンテーブルは今ないんで聞けないんだけど。はい。で、これが入ってましたと。やばい、もうこれよりも先ほどの直筆メッセージの方が僕は嬉しいですよね。しかもこのスペースジャムのバックスバニーがバスケットボール持ってるイラストまで。ありがとうございます。嬉しすぎてやばいです。はい。僕はね、ちょっとビギナーズラックみたいなもんで、こんなことは普通には起きないと思うんですけど、まあ、こういうね、チャンスがあるという。皆さんぜひね、稲妻メイトに入ってみてはいかがでしょう。あ、そうだ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 。大事なものを見せるの忘れた。あのね、会員証ね。稲妻メイトの会員証。ちょっと会員番号を隠しますけども、会員になると稲妻メイトのこのプラスチックの会員カードがお値段く1万円。で、裏に署名しとかないといけないんですけど、手帳に入れてます。これね、また黄色だから僕、イエロー大好きだから、ちょっとそれも嬉しくて、はい、先ほどのメッセージも手帳に入れたいと思います。はい、ということで、稲妻メイトになりました記念。ザ・リアル・マッコイズのデニムバッグを開封してみました動画でした。ご視聴ありがとうございました。